はい、こんばんは、山陽と申します。まあ、これ多分速報って形で出してるのかなと思いますけどね。何をやっていこうかというと、サブチャンポかな。カラクラウオを食べてみたっていうのね。まあ、今年も冬がやってきました。2月になりました。カラクラウオの季節ですよということでね。やっぱしね、就職の頃はね、激辛チャレンジはやっぱやった方がいいんじゃねみたいなね、リクエストもね、ありましたんでね。やっぱやるしかねえかということでね。カラカラウムね、実はね、仕事するのは2回目なんですよね。去年、実は食べてるんですけど、実はまだアップロードがかかってないんですよね。動画の、ちょっと先にね、ドカーッと撮ってあったのが、たまたま撮ったり、そっちの方先に出してる大谷で、JR 西日本とアメリカで完全制覇の旅シリーズとかね、あなたとかをずっとやっておったんで、実は最初にクッペと出す前に、これも新しい2023年が発売になったんで、これの方やってこうじゃないかというわけでございます。で、買ってきましたよ。ドーンと買ってきたわけですけど、まあもうサムネイルに多分使ってるよね、この映像で。今回はね、じゃあ普通に食べるだけだったらね、まあ他のところもいっぱいやってるじゃないですか。じゃあ何をしようかって言ったらね、こういうことやってみようじゃないかと。じゃん。2つありますよね。お気づきでしょうか。これね、今売ってるやつだと思います。国分拡重工って言ってますよね。なんですよね。よく見てみると、ここで、さらに国分拡重工って言って、なんかさらにって付いてる、こっちの方が後から出た感じになってますね。じゃあこれね、2022年バージョンってことで、こっちが古いやつ。これからリニューアルして新しくなりましたよっていうことなんで、まあね、これ新しくなったの食べてますよって人はいっぱいいますけど、どうですか？二つ並べて、一瞬食べ比べをするっていう企画は多分やってるところなんじゃないかなってことでね。今回はそういう感じでやっていきたいと思います。やっていきたいと思います。いや、辛いの嫌いじゃない。別に、辛党ってわけじゃないですけど、別に辛いのが全然嫌いじゃないし、キムチとかも大好きですけどね。これ辛いんだって、もう知ってるからさ、辛いの知ってるからさ、あーってなってるんですけど、まあでもね、まあ、どうしかね。で、やるなら、これやっぱ、肉食って食べ比べぐらいやらないと差別化になんねえじゃんか。ね、もう今年こそはね、ちょっとね、バズらせないとまずいぞということでね、どっかの動画でも、これの前後で言ってると思いますけど、まあ、大生命非常にピンチになってね、最悪このまま、年度末ね、春を迎えることができないんじゃないかと、その前にね、磯湾の海に沈んでしまうんじゃないかという、懸念すら生まれてる、確率よ、35%ぐらいまで来てますね。簡単に言うと、資金繰りが調達できなくて、本当に破産して、生命保険かけられて、海の底に沈みそうになってるということなんで、さすがにね、海の底ね、3月まだ寒いと思うんで、なんとか夏まではね、暮らしたいと思いますんでね、なんとか頑張って食べて、まあまあね、伊勢湾の海に沈むことを思ったらね、カラカラ2ついけるだろうということでね、多少過激なやつもやってかんといかんだということで、頑張って食べていきたいと思います。ただね、うちのところね、普通に食べてね、始まって終わるわけじゃないですよ。当然これ2個食うわけですからね、何回かに分けて放送するわけでございますね。今回は座学編ということで、一緒の日に来るんですよ。でもね、やっぱ食べる前に、じゃあ、せっかく2つあるんでね、本当にじゃあ具体的に何か食べてね、よくね、だから、カラカルボって言うと私の中のイメージはオメシスさんのイメージなんだけどね、オメシスが、りょうちゃんが食べてるなってイメージですけど、よくね、なんか何が変わったっていう話をいろいろしてるじゃないですか。やはりね、パッと見の見た目とかも大事ですよね。やはりうちのチャンネルといえばデータなどということでね、そのデータ解析のね、資格試験でね、ボロクソに落ちてね、それで正社員になれてない人間が何を言ってるんだって話なんですけど。データってのはね、ドーンですから。データってのはね、勢いなんで。これね、でもね、発注とかやる人で、発注うまいなって思う人同士で、まあ、うちもなんかしなきゃ発注とかやると、まあ、どっちかっていうと、まあ、新人の頃はね、まあ、もう、めちゃくちゃでしたけど、まあ、本当めちゃくちゃでしたけど、まあ、その時のね、失敗とかを生かして、まあ、ずっと発注やってたんでね、まあ、それなりに発注はいろいろと任されたりとか、結構他の店のね、新しい人入ってきたのを教えたりとかやってたりとかもしてたんですけど、発注でやっぱうまい人って、ドーンって感じなんですよ。
うん、ドーンと行って、ここ、うん、ポーンっていう感じのところがポーンと行くし、うん、なんていうの、汗感のところって言ったらいいのかな、があるんでね。まあ、数字は同じように出てくるんです。数字は同じように出てくるんですけど、あのその数字のね、見方っていうかね、うん、あ、これはガーンって行くなっていうところはね、ドーンと入れてね、バーンと打ってね、ダーンってやるっていう、うん、っていうのが発注なんで、発注はね、ダーンと行って、で、売るときにね、オロロロラーって売るっていうね、あの、理論なんでね、うん、昭和の人間なんでね、はい、そんなことは置いといてね、せっかくなんでね、じゃあ、一つのね、データを比較してみようということでね、このデータを見ていきたいと思います。一応ね、今まででサンプリングしてきたデータがあるんで、カップ麺関係はね、いろいろとサンプリングしてきてるんで、それをね、見ていこうじゃないかというわけでございますね。こんな感じになってましたよと、ね、F11 で見ようか。あー、間違えた。こっちじゃ、そっちじゃないんだ。こっちだ。F11 じゃないの。はい、こんな感じでね、カラカラを2022年と2023で、比較をしてみました。で、まあ、2023って表記なくなってるので、もしかしたらこれから、これでもう工場販売に入るのかもしれません。今までは期間限定販売みたいな感じで、冬になったら冬限定のっていう感じでやってましたけども、夏場でもね、買えるようになってくるのかな。つかね、実はこれ2022年、そうだ、言い忘れてた。いやいやいや、ね、2022って思ってるか、お前、賞味期限大丈夫なんかって思ってる方もいらっしゃるかもしれません。去年の冬に出たやつやろって思ってるかもしれませんけど、実はね、買ってきたのがこれで、賞味期限ね、2022の方ですよ。2022の方を、はい、こうの、農家取りきますと、どこには書いてある、ここね、はい、2023年の5月18日ということで、ちゃんと賞味期限以内でございます。なんでならね、これね、先月買ってきたんですよ。あ、そう。年明けぐらいにね、ピアゴ行ったら普通に、カラカラとか、あれもう新作出たんかなと思ったら、いや、これ2020年、去年、前のやつやんということで。だから普通に売っとるやんってことでね。で、買っといて、あ、で、賞味期限みたいで、ね、ちゃんと新しく更新されてるんで、これ多分作ってるんですよ。どうなんだろう。東海地方だけなのかもしれません。あピアゴだしね。うずがき屋って言ったら名古屋の企業でね、こっちの方だとカップ本店の味とかね、いろいろと売ってるわけでございます。うずがき屋といえばカップ本店の味派か、うずがき屋味噌煮込みうどん。このね、ツートップなんですよ。まあ、それぞれ良さがありますしね。一番はどうでだって言われるとね、難しいところで、ここのツートップに、何来る台湾ラーメンとか、いや、でも、やっぱりさ、オリジナルのね、お店で売ってる、豚骨、魚介豚骨なんですよ。魚介豚骨の、やっぱね、300円とかで食べるラーメン。いや、このね、ちょうどね、いい兼ね合いになってるんでございますよ、ということなんでね、そんな中に割って入ってきて、で、土壌界だとスガキ屋って言うと結構カラカラ魚っていうイメージが強いんじゃないかな。うちのところでスガキ屋の本店の味とかの動画をアップロードしたことがあって、実は500再生ぐらい行ってるんですよ。地味に割って入ってるんですけど、カラカラ魚はね、やっぱ伸びるのってことで、カラカラ魚やっていこうと思います。ということで、ちゃんと賞味期限も大丈夫ねっていうのを使ってますんで、そこのところはね、面積事項として、しっかりと頭に入れた上でね、この後ね、と安心してね、見ていただけたらと思います。まあ、安心っていうことが世界一大嫌いな人間なんですけど、こういう時はね、ちゃんと安心してくださいって言っておきましょうね。そういうことでございます。そんなことはいいんだ。あ、でもこれの動画はね、新規の視聴者さんも狙ってますからね、新規の視聴者さんらを持っていただけるかってね、そういうところとかまでちょっと入れていかないとね、普段言ってることもね、ちょっとね、ちゃんと入れていかないといけないというところなんですけど、多分皆さんもここで思っていますよね。こいつ話グダグダやなと。まあまあ、それが相手のことです。今回ちゃんと30分以内におまとめますし、なんならもうぶつ切りにして出しますんでね。はい。ということで、早速ね、比較の方していきましょう。まず麺の重量とか比較とかは変わりません。で、ちなみに、比較対象になりそうなところっていうので、ビッグカップヌードル、の激辛のやつですね。同じく激辛言ってたやつと、普通の、ビッグカップヌードル。サイズ的にこのあたりが同じような価格帯とかもね、似たようなところになってくるのかなというところで、ここの4つ、まあ、これも実はデータ取ってあるんですけど、ベビースターラーメンのやつとか、普通のやつとかで、これだね、カップヌードルは、ああ、これはあれか、ダブルタブになった時に、ダブルタブになる前で、なんかステレス値上げみたいなのもしてないだろうなっていうので、食品成分表バーっていうのがあるんですけど、まあ、そんな変わりなかったよということなんで、は関係なしで、
ここのところ塩にしちゃったのが安いかな。よいしょ。これはね、事前にやっとけって話なんですけどね。行き当たりばったりやってますからね。ということで、カップヌードルの普通のやつとビッグで、まあ、大きさ比較と、で、激辛になると、日清さんがどういう風に変わって、で、カラカラウムの場合どういう感じか。で、カラカラウムの中でも2022年と2023年でどのような違いがあるのかっていうのをデータ比較していきたいと思います。それっぽくなってきてるでしょ、大丈夫でしょということでね、早速見ていきましょう。麺の量で言うと、内容量は、やはり、圧倒的にカラカラウムさんが多いです。136g ってことなんですけど、実は麺の量はビッグカップヌードルと、普通のカップヌードルの間ぐらいなんですね。実は85っていうことで、麺のシリーズが実は高い、カップヌードルの方。これはもう単純に、あれです。カップヌードルって、もう火薬が中に入ってるじゃないですか。っていう状態なんで、当然ね、別売りで、その火薬をね、別の袋に入れたりとかやってるカラカラウムとは、やはり、重量比率が、麺の比率が上がってくるよねっていうところでございますね。うん。で、熱量はこんな感じ。カロリーは、480、483ということなんで、実はその、カップヌードルよりも多い。ですから、ビッグカップの、その、激辛味噌のビッグカップヌードルと比べると、あれですね。ということで、これちょっとあれだ、表示を、オンにしよう。これの方が見やすいね。ということですね。っていう風になってくるんで、この辺りとかあれなんですけど、実はね、熱量は2022年と2013年で変更があります。カロリー増えてます。ってことでね、よりコスパ良くなってますね。ハイカロラーにはね、非常に助かるところです。で、成分とか見ていくと、484g。普通のカップヌードルの、でっかいサイズよりも、実はちゃんとカロリーはあるんで、ガッツリと食べ応えがあるっていうのは、このあたりになってきてるんじゃないかなってことですね。で、タンパク質なんかも見てみると、タンパク質は圧倒的に多いですね。高タンパク。これは多分、具材の比重が多いっていうのもあるのかなというところでですね。具材って言ってもネギとかになってくるんですけどね。そんな、チャーシューとかがバーバーバー入ってるわけではないんですよね。とはいえ、そういうようなところがあったりしますよ、というところでございます。一応、で、2022年と2023年ではタンパク質はちょっと減らしていますね。なるほど、ということで。炭水化物の感じとかがちょっと変わってくるのかな、ということで、脂質が、17.7 から18とかで、ちょっとちっちゃくなってくる。で、実は全体的に見ると、脂質は、この大きさのやつでいくと、ビッグカップヌードルよりも、少なくなっているということで、実はちょっと、そんなに油は入ってないっていうところなんですね。このあたりは面白いところですね。で、ちょっと減ってる。うん、こう、で、次が炭水化物。ですから、まあ、麺とかそういうようなところ、小麦とかになってくるんですけど、実はこの量は増えてるんですよね。実は麺の量は変わってないんですよ。75、75なんですけど、炭水化物の比重が増えている。これ何なのかなと思うんですけど、全粒粉の比率を変えているのか考えたような。もしくは、スープにも小麦がちょっと入りますから、そのスープの粉末とかのスープのところとか、ペーストのところの小麦のペースト割合を、ちょっといじくってやって、ちょっと増えているのかなっていうところですね。まあ、全体的に炭水化物は多めになっているっていうことですね。麺の量とかが、こっちの方が 5g 多いことを考えると、実は炭水化物の量がここで、多くなっているというのは結構特徴的なのじゃないかなと思います。で、次が、食塩相当量ですね。これが結構面白いデータが出て、やっぱ激辛系は、食塩は多くなる傾向ですね。激辛味噌の時にも、ちらっと言ってたんですよ。そう、醤油よりも激辛味噌の方が辛くて。で、実は全く同じ、ここ 6.9、6.9、6.9 とかで、激辛系は、食塩が 6.9 入るの法則があるみたいですね。っていうのが、分かってきました。じゃあ、その中でも面白いのは、麺火薬とスープの内訳を見てみると、だいぶ全然違うんです。同じ 6.9 でも、カップヌードルさんは基本的に、麺と火薬に対して非常に食塩が多い。それに対して、スープのところですね。スープの方に圧倒的にカラカラウは食塩を使っているというのが見えてきます。
しかも、そんな中でね、去年のやつは実は 5.3 って食塩、スープの含む、食塩の量が相当あったら、やっぱりスープ飲み干すとすっげえ大変なことになるよっていうところだったんですけど、今回はそのスープのところがちょっと収まってるんで、スープはそこまでしょっぱくなくなってきてるんじゃないかな。多分、辛さとか あったかい料理を出すっていう時には、ある程度そこら辺が入ってないと味をガツンと感じないっていうのがあるんで、そこら辺を抑えたんですけど、その分を麺の方に補って、ですから、全粒粉の麺の、全粒粉の比率がちょっと変えてるのかもしれません。それによって食塩の含む量、ペーストになって伸ばしにかかるところの量とか変わってるんで、麺の方が増えてるというような構図ができるというところは、ほぐところから見えてくるわけでございますね。いいですか？こうですか？うちの動画を初めて見ていただいてる方はびっくりしてるんじゃないですか？こんなところ見ながらやってるとかなかなかないでしょ？思ってますよね。こいつあれだよね。多分カラカラを2個組むのなんとか時間先の配信にしたいと思ってるんだね。そういうことです。1時間ぐらいでも喋って、なんとかこの場をつなぎで、このまま今日終われないならダメなんだ。今日終わったらダメなんだ。これ食べ終わったらさ、もうその後お腹がね、もう大変なことになるの分かってるんで、これ次の日が秋の時でないとできないんで、もうね、2月ここしかないんですよ。できるところが。ということなんでね、これをやっていくしかないんですけどね。だから今日頑張って食べますよ。分かってますよ。ということなんで、でもこういうあたりはでもね、多分他の YouTuber さんでね、この2022年と2023年で、食塩相当量は一緒だけど、麺と火薬の方に含まれる食塩が増えて、スープの方がだいぶ減らしてるんで、食べ応えとかそっちの方に、こっちの飲む方は、ちょっと飲み安くしてっていうような傾向があるけど、それでもね、しっかりとガツンとした感じがあるっていうのは、このカップヌードルの方の、基準の方から見てみると分かりますよっていうのをやってる YouTuber さんはうちぐらいじゃないかなという自分をしてる場所でね、こういうのをちょっと楽しめるところだと、思っていただければね、こういう無駄話しか嫌やというと、あいと後半に実食編入れますんで、後半に実食編にするんで、後半の方に飛ばしちゃってくださいね。言うの遅いって話なんですけどね。ここまで来る前にチャンネル登録解除されてるわ。いや、登録解除してくれるお客さんがいないからやってるんだけどね。当人の方は、はい、置いといてね。カルシウムとかこれあたりは一緒ですね。他のところ見てくると。やっぱ高めになるんですね。激辛は。299。高いですね。まあ、ハイカルシウムってことでね、これどこでも強くなりますよね。よかったよかった。ということでございますね。他とは、注視する点は、実はジャスマークは入ってないんですね。これとね、確かね、スガキ屋さんで他のやつは入ってたはずなんですよ。どこにあったっけな。スガキ屋さんあったね、本店の味。あ、ジャスマーク入ってなかったか。スガキ屋さんは入ってないのかね。スガキ屋はここだけ？そっか。味噌煮込みうどんも、ジャスマークは入れてなかったんだ。そっか。そうなんですね。ということで、まあ、これは、訂正、通常通りということでございますね。ということでございます。まあ、結構大手さんでも入ってないとか入ってないですからね。あと多分、この辛さは、ジャスは許さないと思います。ジャスに申請かけてるのかな？かけられたらね。あ、今年からちょっとジャス認定取りたいんでって言ってね、私ジャスの作品だったらね、仕事だしな、マジか、なりますもんね。もしかも、ね、激辛好きな人がいたらね、ちょっと担当激辛強いよねっていうね、ってね、振りますね、仕事もね。っていうような感じですけどね。ジャスマンがそんな感じで、ミッションついてます。ということね。で、調理方法は、湯の、使用する湯量は、420ml 多いですね。なるほど。ということでございます。で、待ち時間は4分。ちょっと長めですね。麺がちょっと太めですもんね。そんなあたりもあると思います。で、他の付属品、これね、カップヌードルが特徴的ですよ。もう開けたらね、なんか、もう、あとお湯を注ぐだけでできるっていうのが特徴なんで、他のやつはないんですけど、カラカラ棒の場合はいろいろと分かれてる。これも結構、スープが3種類に分かれてるっていうのは、これはね、まあ、当然、カラカラ棒の特徴ということでね。まあ、初めてカラカラ棒でのね、知る方もいると思うんで、説明しておくと、このね、写真に出てる通りなんですけど、カラカラ棒の特徴はね、この、よいしょ。これね、ここに乗ってるスープの上にドカーンと山になってるね、この赤い山、唐辛子の山ですね。
この粉末スープを後から上に乗せるというのがこのカラカラ魚の特徴となっております。ですのでこれがあるかであいで、実は普通の粉末スープ、よくあのカップ麺で見るような粉末スープですね、これにネギとかも入ってるんですけど、これを入れて、お湯をかけてできると、その時点はもう辛い匂いがするんですけどね。まあ多分ここにいたら魚介とかの旨味系はメインはこっちに入ってるんだと思います。でそこにさらに真っ赤なね液体スープを、加えて混ぜる。まあここら辺まではね、ちょっとこの手のねちょっと、いい感じの、カップ麺では起こり得ることなんですけど、さらに最後にお湯で激辛の粉末スープをドーンと乗せるっていうのが、ここの、狂気じみた、辛さの原因にもなっているというわけでございますね。っていうのがあったりします。まあ、これはね、まあ、カラカラをしてるから、だからしたら、これがカラカラをやないかというところですので、ここの特徴として入れておきました。まあ、今度は今後ね、激辛カップ麺食うのかな、もうこたんめんの中身とかやるのかな、今さら。とかもう、比較したら面白いかな。比較だけして食わんでもいい？ダメ？ダメやでね。それなのに絶対許さないよね。うん、わかってる。うん、いいよ。わかってる。やるよ。ということでね、アレルギーは小麦、卵、実は意外と少なくて、豚肉と鶏肉、大豆、ごまってことは、まあ、これは一緒で使わではありません。ですから、そんなに資源量が変わってるわけじゃないっていうのはね、ここのリストにはさすがに書いてないですけど、使っている原材料名ですね、わーっと見ていったら、基本的に5行目ぐらいまで一緒なんですよ。だからもう細かい、炭水、炭酸、カルシウムとかのあたりかな、着色料、増粘、多糖類とかも一緒ですから、点の、本当の兼ね合いで一時、ここは最後に出てきたのかなっていうぐらいのところですね。ですのでね、基本的には全く、買ってる現在上に変更はないかそうです。見たところないですよということなので、ですから大きな違いは生まれないのはこのあたりでしょうね。ですけど結構見ていくとこういうあたりに違いがあるっていうのが分かった上でね、うちは頭で食べますからね、いいですか、世界の民族的に見ると日本人というのは一番頭で、物を食べる民族と言われてるんですよ。これ私が言ってるんじゃなくて、なんかちゃんと調べてくれた人がおって、なんかそういう話を、って聞いて、覚えてるんで、間違いないはずです。日本人というのは頭で聞いてる。例えばこれは、ステーキですよ、何もしないようにバーって食べるんじゃなくて、これは、松阪牛の、英語等級の、どこどこさんの、で、まさかの、非常に、品質のいいものをね、出していただけると言われている、朝日屋さんのね、ところのお肉を使ってやってる人とか、これは朝日屋の松阪牛のお肉なんですね、って食べるから美味しいってなる。これが、いわゆる頭で食べるっていうやつですね。っていうのが あるんで、そういった文化が非常に強い。だから、ブランド品、ブランド牛とかそういうのすごく好きじゃないですか。海外でもあるじゃないかと思うけど、あれ結構意外と日本向けに輸出するようにブランドつけてるとか結構あるらしいです。タスマニアビーフとかね、うん、あなたとか結構そういうのもあったりするらしいですよ、というのがあります。うん。モスレヌーボーなんかも結構、もうほぼほぼ、そんなに、この飲むの日本人ぐらいだっていうのも聞きました。まあ、海外でもまあ、フランスとか飲むのは飲みますけどね。うん。っていうのがあったりするらしいです。一般にも、ことって、ボザリヌーポーだって言って、行列なしで買うのは日本ぐらいだって聞いたことがあります。っていう中でね、行列もなしてるね、これからカラカラを、これからもさらにね、まあ、ソースの発展がね、するかもしれませんからね、もうこんな感じを、カラカラうということでございます。で、分かってきましたんでね、早速、両方にお湯を注いでね、食べていこうじゃないかと思います。食べるのか今からな。あ、そうだ。それだけちょっと答えるのか。まあ、とりあえず、食べていきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。とりあえず、これで座学編は終わり。どう？それぐらいに取れたかな？ 23 分？あ、全然取れてんだ。じゃあいいや。これで前半戦にします。で、後半戦で明日、実食編、あげますのでね。二つ同時に食べますね。まずでかい夜間鍋いっぱいにまたかさないと思いませんからね。では頑張って食べていきたいと思います。後半へ続く。